皆さんこんにちは、エコです。お知らせがあります。明日11月29日から12月8日までピンクラテンのオリジナルクリスマスコフレが当たるキャンペーンをやります。プレゼントの内容はピンクラテのオリジナルコスメとミストとポーチの豪華なセットです。そしてじゃじゃん、ピンクラテのウェブも5人の直筆サイン入りチェキをプレゼントします。全部柄が違うんです。全部ちゃんと直筆です。コスメとミストとポーチのセットと一緒に10名様にプレゼントいたします。応募方法なんですけど、ピンクラテ TV の公式インスタグラムをフォロー、そしてプレゼントキャンペーンの画像にいいねで応募できます。みんなコメントとかでアピールしてください。応募お待ちしております。バイバーイ。ゆらりです。ゆめかです。アリアです。ひなです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画は嘘発見機で禁断の質問をしてみたです。イエーイ。今ですね、ここに10個の質問を用意してあります。ピティさんが用意してくれました。はい、ありがとうございます。じゃあ順番にやってくる人だけで、うん、嘘はない。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。最後でしょ、あいこでしょ。じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。1,2,3,4でいきます。それではスタート。怖い。お手手を入れてください。スタート。目をつぶって、はい、お願いします。カメラが回っている時と普段の時の自分のキャラは変わらないと思う？はい。では、しゅんさんに行きたいと思います。え、これこれ、じゃこれにドキドキしてるの。ブリコしてない？ブリコしてない。え、本当に？うん、今めっちゃ動揺してる私これに。そしたらまさかビリビリ。何が来るか分かんないんですね。ゆらりは猫をかぶっています。かぶってないでした。最初の頃はちょっとかぶってたました。かぶってたました。じゃあ次行きましょう。次はゆなです。ゆなちゃん、ゆなちゃん、ビビビ、行きます。お席交換交換。怖い、これ本当に怖いよね。はい、はい、ありがとう。いきますよ。ドッキリに気づいてしまったことがある。では行きます。はい、いいよ。ぽいのはあるけど、いいかな。確信にはないです。いた。あ、シンプルな。え、あ、シンプルな。え、小指に、なんか爪グーみたいな。じゃあ次、花田ゆめか。はい、じゃあ渡します。ありがとうございます。優勝。あ、じゃあ聞いてください。いやでも逃げれないよ。ちょっとちょっとやめて。なんで。はい、はい、あ、始まった、始まった、始まった。ポリさん優しい。はい、ってことはピッて優しい。優しい。私は優しくないですか。え、でもね、なんでどうしたんだっけ。明らかにどういう。でもあれなんですよ、怖いじゃないですか、この機械自体が。なんか言い訳を。だからもう怖くないですか、こうやってしてるだけで。これは怖い。どう、これにドキドキしちゃう。だよね。アリアさん、はい、アリアちゃん、手が出る。私は嘘つかないんで、ちょっと気づけておきます。はい、どうぞ見てください。ピンクラテ TV の中で自分が一番可愛いと思う。うわー、いきます。思いません。思いますせんみたいな。思いません。思いませんわ。笑うつけたんだね。で、笑っちゃう。自分がどんどん可愛いと。ちょっと待って、怖い。落ちちゃう、ひめかが。自分
可愛いとかなんか思っちゃうかも。いやいや、指先からゾウゾウゾウビリーみたいな。一緒、私もそれはあなたが嘘をつく。私、今のところ全員ビリビリですよね。全員嘘つき。ピティさん、ピティさん、ピティさんやってみてください。次の質問いきましょう。じゃこれ今怒ってますか？いや、怒ってないです。いや、怒ってるよね。はい、じゃあ行きます。怒ってない、動揺しちゃうから。正直可愛いと思う？はい。え、なんかさ、無表情じゃない？あれ？あれ？あれ本当に？煽るのに上手ですね。ちょっとキュッキュッ。なんか最近ピクティが合いの。あ、来た。ビリビリって来た。最近ピクティが合いの。あ、来た。ビリビリって来た。え、じゃあ、マジで。ってことは？ってことはまさかの？反応薄？弱っ！ビリ。弱っ。みんな思うと思うんだけど、これよりこれ可愛いとか思う？これよりこれ可愛い。あ、こっちよりこっちの方が可愛いな。それは思う。だよね。そういうのがあるってことね。まあ全部可愛いよ。そう、全部可愛い上でのそのまあまあそれはあるかもしれない。それでビリみたいな。じゃあ次。いや、大変可愛いんだけどね。ピンクラテ TV をしてる中で誰にも言えない悩みがある？あるんでしょ。あれ、険しい顔だいぶないです。ないです。あるよね。ないです。ないです。あれ、あれ、何でも言える仲だよね。もち、もち何でも言える仲じゃない？うん、新幹線だから。本当に秘密事とかないよね。秘密仲良しだもんね。なんか誰か仲良しの人。ねえ。赤ちゃん、赤ちゃんかな。赤ちゃん。仲良しの人。何でも言ってくれるよね。悩みごとか全然相談してくれるから。こいつ嘘。こいつ嘘。じゃあ最後。最後。アリアさん。怖い。はい。ああ。お願いします。怖いね。じゃじゃん。はい。ゆらりのことは好きですか？好きです。好き。うわあ。怖いじゃん。私が怖いじゃん。気持ちが強すぎて高まっちゃったんだ。それそれだ。そう、ここに捨てるよ。捨てるよって捨てるよ。分かってんの？何嘘言ってんの？あ、怒った怒った。ゆらりちゃん怒った。大好きなんだけどね。潰すよめ。潰すよって、それ激しくなっちゃうよ。でもこれ楽しいね。その今スリル好きだから。結構思います。スリル満点。じゃあみんな感電したいと思ったら買ってみてください。ってね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。